聞いてあげるっていう、うんうん、ことですかね。まあ、話をやっぱりしなきゃいけないんで、うん、こ う, うちの会社はこういうことしてますよ、ああいうことしてますよって、うん、でもそこになんかそれをしすぎてるっていうのはあると思うんですよね、うんうん、そんなにもっと向こうの話を聞くべき、うん、自分たちのこと、こちらの会社のことばかりじゃなくてもっと、はい、そこは求職者の勉強してください。何ですか？ あなたに言ってます。すいません、勉強します。もっとやっぱり聞かなきゃいけない、聞かなきゃいけないというか、なぜ転職したいと思ったかとか、うん、実際そこを解決してあげなきゃいけないわけじゃないですか、はい、でもそれを聞く前にまずうちの会社こうでこうでこんなことしてますよ、うん、あなたに合ってるじゃないですかとかって言っても、まずその子の悩みというか、なぜ転職を考えたかとか、うん、まあそういうことをしっかり聞かないと、それを解決してあげないことには多分一歩踏み出せないと思うんですよね、うん、うちだったらその悩み解決できるよってなった方が、転職活動者側からしたら、うん、一歩踏み出しやすいじゃないですか、はい、でうちこんなところいいよ、こんなことしてるよって言ったところで、うん、まずあのそのね、その子たち一人一人が思ってることがまず何が原因とか何が引っかかってるのかっていうのをまず聞いてあげることをやらないと、うん、なんか話し手になりすぎてるっていうのもあると思いますよ。そうですね、皆さんすいませんでした、おしゃべりだから、すいませんでした。これ何、これ、これをこちらが責められる動画ですか？いやいや違う違う、いやでもおっしゃる通りです、改善としては、ね、うんうん、やっぱりそういうところ、まあ、そうですね、もっともっと寄り添ってこう、うん、聞かないとダメですよね、彼らの、やっぱりこう、うん、ズームとかとはまた違うじゃないですか。そうですね、電話とかと、うん、まあ、直接会ってお話しできる機会があるんで、まあ、そういう部分では人間味みたいなのはやっぱり出るっすよね。そうですね、だからそれがこうテンプレート的な感じで話してるだけだと、うん、伝わらないですね。職活動者側の子たちには引っかからないですよね、刺さらないという、うん、だからそこはやっぱりもっと僕たちがやらなきゃいけない部分なのかなっていう、僕はしてましたけど。そうですね、僕は 7-3 ぐらいでいいと思うんですよね、うん、こっちは3でいいと思うんですよ、うんうんうん、どちらかというとはもう投げてあげて向こうに話してもらう、うん、でその中で最終的にはこういう、ああそういうことに悩み持ってるんだとか、ああこういうことを変えたいから転職を考えたんだ、じゃあうちだったらこんなところを変えれるよねとか、うん、うちだったらその問題こうやって解決できるよねとか、うん、だからそういう提示の仕方の方がいいんじゃないのかなっていう、うん、で最終的にいろいろ聞きたいことを、まあ、言ってもらってそれを答えていったりしていってあげた方が、絶対多分興味あったら聞いてくると思うんですよね、うん、で興味ないと別に給料も聞かないし、額面もね、あの条件等と福利厚生も別に聞かないじゃないですか。そうですね、興味なかったらもういいですみたいな、うん、だそれはもったいないですよね。そこまでやっぱり興味持たないと聞かないんで、まずそこに興味を持ってもらって、じゃあ実際に現に入ったらどんな感じになるのかなっていうのをところまでこっちが誘導していかないと、うん、いけないのかなっていう。いやーそうですね、そこはちょっとできてませんでしたね、私は。うん、インタビュアーなんだからさ。そうですね、聞き手じゃんインタビュアーって。はい、もっと相手のことをさ、出してあげないと。そうですね、血が話してになったら、はい、インタビュアーじゃないから。そうですね、話し手になっちゃったらちょっと余裕がなかったですね、その点では、うん、全然気持ちのこちらの方に、うんうん、しっかり やってほしいな、俺は。わかりました。
ちょっと求職者の皆さんにはね、ちょっと悪いことしちゃいましたね。すみません、本当に。うん。まあまあ、でも本当に、最終的には本当に当事者の意思だと思いますよ、僕は。うん、そこはやっぱりない以上、たとえ入ってくれたとしても続けれないと思う。うん。だからそこら辺やっぱり、どうなのかなって。僕は現にその転職、あの就職活動とかっていうのをしたことがないので、まともに分からない部分はやっぱりありますけど、うん、でもやっぱり自分がやっぱり生きていくためにはね、仕事がないと生きていけないわけだから、そこら辺のね、なんか、うん、ちょっと体育会系っぽいって言われるかもしれないですけど、自分でやっぱ掴まなきゃいけないんでね、うん、そういうところは、自分をやっぱり売って自分を買ってもらって、うん、そこサッカー選手ならではですよね。もう自分の力を示してまずそれで声がかかるっていうか、声かかるように、そうですよね、アピールして、まあそうですね、うん、向こうから来てもらうように仕向けるっていうか、まあ示すってことですもんね。だからちょっとそこは一般企業とまた、まあでもこちらから売り込む方パターンも、まあ、あるんでしょうけど、当然、うん、まあ、うん、だちょっとでも全体的にやっぱ、うんうん、そういう部分のところで言えば、一番最初に話したみたいに何の職種に興味があるのとか言っても、うん、日は別に特にとかいうわけわかんない答えというか、うん、なんか、うん、どっちつかずの答えが返ってくる、うん、やっぱりここが多かったですかね、やっぱり、うんうん、いや自分で決めるというか、自分で興味持っていろいろ職種選ぶわけじゃないですか、はい、なんでそこまで受け身なのっていうなんかレールしかないと歩けないんですかみたいな感じの子がやっぱり多かったですよね、うん、そうですね、それを探しに来ましたみたいな、何やりたいんですかみたいな。でもそんなんとかって言っちゃいけないけど、それだとやっぱり会社勤めて働くってなっても仕事与えてもらえたものしかできない人間になっちゃうと思うんですよね、うん、だから与えられたものは全部できるかもしれないけど、ミスも少なく、でもそこからの発展がないわけじゃないですか、うん、ってなったら言われた仕事しかできません、うん、ってなった時点で、まあ、正直まあ厳しいですよね、社会でこれからこうのし上がっていくためには。そうですね、あの AI とかロボットが発達したら、うん、残念ながらですかね、必要なくなっちゃいますもんね、そういう人材は、うん、であったらまあ、ね、言われたことプラスアルファやったりとか、うん、言われたことだけじゃなくて会社の利益のことも考えたりとか、そういう自分で考えてとかっていうことができる人材じゃないと、うん、これから先やっぱ厳しいと思いますよ。そうですね、だって10言われて10しかできない、10言われて10できればまあいいんですけど、でもまあそれ以上やってほしいわけじゃないですか。そうですね、だからあの皆さんが、求職者の皆さんが求めてる給料っていうところは、10言われて10じゃ上がらないですよね。上がらないですよ、評価されないですよ、そんな予想を超えて、あ、この子真面目にできるねっていうだけじゃないですか、うん、そこで評価のテーブルには上がってこないですよね。そうですね、そのままの評価で終わりですよね。それがもう本当、この子言われる前に全部終わらせて先のことまでやってるよとか、うん、ってなればまた変わると思うんですけど、うん、そうですね、まあ、ここまでいろいろ聞いてきましたけど、やっぱ人事部長としてはこれどういう会社組織にしていきたいっていうか、なんかありますか、そういうところ。まあまあ社長の考えもあるんで、うん、僕は一概にこうしたいとかっていうのは言えないですけど、うん、まあでもその社員の子たちを管理する立場としては、さっき言ったようにやっぱりこう言われたことしかできない人間とか、
言わないとできない人にはなってほしくないんですよ、うん、もう言われる前にもうできてます、うん、プラスアルファ先のことまでやってますとかいろいろこう考えてやっぱりできる人、うん、こう言われたことだけじゃなくてそれプラスアルファ発展したところまでやってるとか、まあ、そういう部分で言えば本当に、うん、まあ、作業マンっていう言い方をしたらいいのかわからないですけど、これやってくださいねってそれしかやらない人間とかにはなってほしくないなっていう、うん、作業マン、作業ロボット的というか、なんか、うん、はい、うん、まあ、それも大事なんですけど、うん、そういうことをこうきっちりやってくれる人材も必要なんですけど、それだけにはやっぱりなってほしくない、うんうん、せっかくそういうことができるんだから、もっともっと成長してほしいってことですよね、うん、プラス、どん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 、そうですね、まあだから本当にまあそういう部分もそうですし、例えばその人間的なって言ったらいいのか分かんないですけど、その例えば今まであのお世話になってきた人たち、まあ、それは親とかもそうだし、その高校大学の進路の担当の方とか、うん、就職の担当の方とか、まあ、いろんな人に多分お世話になって社会人になってきてると思うんですよね、はい、じゃあその人たちに例えば入社して1年後とか、うん、もう胸張ってその人たちに、いや僕は今ここでこん頑張ってやってますっていうのが、うん、嘘偽りなく胸を張って堂々と言える人間になってほしいんですよね。あ、なるほど。もう本当に生き生きと、はい、もう おかげさまでと、僕はこういう今いる会社でっていう、こう胸を張って堂々と言える人間になって、毎年例えば、まあ、別に会いに来れなければなんか電話でも、うん、何でもメールでも LINE でもいいですし、なんかそういう感じの感謝の気持ちを伝えられる人間っていうんですかね。いや、感謝を伝えるとかだけじゃなくて、うん、それを伝えるためには自分がやってないといけないわけじゃないですか、うん、でそれがただ連絡するだけ、うん、まあ、それも必要なんですよ、うん、あ、本当にお世話になりました、無事に就職できて1年間働けましたとか、うん、でそれを毎年毎年連絡するとか、それも大切なんですけど、うん、それをこうただ連絡するだけじゃなくて、うん、ちゃんと自信持って胸張ってその人たちに顔向けできるようにするためには、本当に仕事をきっちりやれる人とか、うん、自分にプラスアルファ、うん、自分の成長とかを感じながらこう働けてないと、多分そんな堂々と胸張って言えないと思うんで、うん、ただ一方連絡するだけ、お世話になってますって、それぐらいじゃないですか、恩師とかに、うん、そういう風にはなってほしくないんですよね、うん、ただの挨拶じゃなくてっていう、うんうん、だからそういう部分でいけばやっぱり少ないんじゃないですかね、うん、本当に胸張れるっていう、恩師の方たちにとか、うん、支えてもらってた人たちに、うん、どうっていう方がやっぱり多いかなっていう印象はやっぱりありますよね、うん、だからそういう働き方ができる人材を育てたいというか、うん、そういう集団にしたい、そういう集団にしたいし、うん、そういう環境でありたい、うん、って感じですかね。やっぱこういう時期にね、やっぱ毎年そういうふうになんか言ってくれたらいいよねっていうところですよね。で、まああとはこう、まあいろいろあげたら多分腐ることあるんですよ、はい、どういう会社にしたいとか、どういう人材を育てたいとか、はい、うん、でもまあ大まかに言えばそんな感じのこと、うんうん、と、まあその自分の主張、はい、
だけをする人にはならないでほしい。ああ、なるほど。やるべきことをちゃんとやった上で、僕はこれだけの成果出しましたよ、うん、だから評価してくださいって言うんだったら分かるんですけど、うん、いや、何もできてない、何もできてないって言い方したらあれだけど、うん、評価に値できないのに自分を評価してくださいって言ってくる子って多いと思うんですよ、うん、そういう人間にはなってほしくない。周りが見えてないってことですかね。だってその自分の主張だけをこう、うん、誰かと比べてみて自分はどうなのかとか、まああと自分は、まあ、比べるのが別に全てっていうわけじゃないんですけど、うんうん、でもやっぱり評価って、まあ、いろんな評価があると思うんですけど、うん、自己評価よりも他人というか他者評価の方が絶対厳しく見られるわけじゃないですか、うん、でも本当にこうネガティブな感じの子であれば自分はいや全然ですって思ってるかもしれないけど、実際蓋開けてみたら幹部の人間とか上の人間はちゃんと君のこと評価してますよっていうパターンもやっぱりありますけど、でもいや自分はこれだけやってます、でも他から見たらいやまだまだ足りないよっていうのが基本的というか、だから自分の主張だけするのはやめてほしいなっていう、ちゃんと成果を上げたりこう主張できるだけのことをやって上で提示するなら分かりますけど、ただ単にいや評価してください、給料上げてくださいよっていうのは通用しないわけじゃないですか。だからそこはやっぱり矛盾してる子が多いというか、うん、うん、なっていうのは思いますかね。まあそういうことはすごく気になるっていうか目につくっていうことです、うん、最近の子だったら多いんじゃないですかやっぱり、うん、まあ、あの、いろいろと、キリがないということなんで、まあ、キリないっす。またね、折に触れて、いろいろ、聞いていきたいなとは思うんですよ。自分の会社が、もしも自分の会社だったら、多分もう、全部。え、なんか、何か条ぐらいいっぱいありそう。何か条とかとは言わないですけど、なんか、ある程度の基準はやっぱりあるわけだよ。うん、なんで、うん、そこは全部出しますからね、僕だったら。いろいろ出しますっていうか、あ、自分の中では自分の中で持ってるから、うんうん、多分いろいろ項目がやっぱりあるというか、こういう風でありたいとかこういう会社でありたいとか、うん、なんかそういう基準はやっぱり持つわけじゃないですか絶対。はいはい、ね、昨日というかあの前回動画ではサッカーの方ではねチーム作りキーワード6つだったです、6個だったですけど、はい、もっとこっちの人事部長としてそんなんじゃない多分あのまだ俺も別に自分が社長やってるわけじゃないし自分の会社ではないから、はい、そんなバンって提示はしてないけど、はい、いや多分6